俺いつもこうなんだろうな。くそーガチのダメ出しに勝ち込みしてる。セガプラザ宣伝担当白澤英介のキャラクターボイス担当与永翼です。平沢くんの先輩、同じくセガプラザ宣伝担当青木直次のキャラクターボイス担当白井祐介です。そして2人の後輩、長谷川健人のキャラクターボイス担当浜健人です。はい、ということでセガプラザとは何ですか。はい、プライズ、くじ、グッズの総合情報サイト、それがセガプラザです、うん、セガのプライズやラッキーくじなどの情報をお届けする公式サイトです。はい、そしてこのコーナー、こちらセガプラザ宣伝部では毎回おすすめの一押しアイテムをご紹介して、それにまつわるトークで盛り上がりたいと思います。はい、というわけで今回の一押しアイテムなんですが、うん、全国のゲームセンターに多数登場中のスーパープレミアムフィギュアシリーズから、うん、かまど炭治郎とかまど禰豆子が6月に連続登場予定でございます。今回のフィギュアはそれぞれに付属パーツがついていて、炭治郎、禰豆子2体を揃えると手をつなぐことができます。こちらですね、1体で飾っても2体揃えて飾っても魅力的なアイテムです、うんうん、かまど炭治郎は6月第3週から、うん、かまど禰豆子は翌6月4週から順次登場予定でございます。実物はこれでございます。これ今手繋いでる、うん、そうですね、手繋いでる状況でございます、ね、すごい、ね、素敵、すごい可愛らしいデザインとなっております、はい、だからもう究極にもう好きな人はもうこの手繋ぎ用の1セットとさらに個別で、うん、あそうね、それぞれね、映すっていう取り方をしてもいいんじゃないですか。それ確かに愛がすごい深いですね、うんうん、めちゃくちゃいいと思います。お素敵、ぜひちょっとね、素敵がいいんだよね。いやマジですげえ細部までこだわってます、すごいわ、こういうパーツでね今つなげられたりとかできるんだ、ね、すごいですよね本当に、うん、これだったら確かに揃えたくなっちゃうもんね、うん、分かる分かる、うん、ぜひちょっと頑張ってね、はい、ゲットしていただければいいなと思いますよ、うん、はい、そして今回はフィギュアやグッズにまつわる投稿していきたいと思います。なるほど、はい、まあフィギュアやグッズか、もうほら、うん、あのハマーのね、うん、ラインを交換するとハマーのラインのその待ち受け画像がですね、ああトップ画像、そうそうそう、うん、トップ画像がね、うん、なあのフィギュアなんですかあれは、フィギュアの一部に何の、新宿バルト9にですね、もうあのバーチャル YouTuber のライブかなんかがあった時があったんですね、その時にそのバーチャル YouTuber のほぼ等身大のフィギュアが出て、フィギュアっていうかもう等身大の、まあ、フィギュアみたいなのがあって、それが僕当時そのバーチャル YouTuber にドハマりしてたもんですから、写真を撮って待ち受けにするのはなんかちょっと恥ずかしかったので、ラインのトップっていうのを今朝なんか与永さんにまじまじと見られて、ハマこれ何なのって改めて聞かれて、そう気になってたのよ、あれ何なんだろうと思って。フィギュアは好きなの？フィギュアとか集めたりするの？僕は集めます、うん、どういうやつ？まあ、あのロボット系もそうですし、うん、あと僕はあの格闘ゲームがすごい好きなので、うん、ああそうだよね、その格闘ゲームに登場しているキャラクターのフィギュアとかを集めてます、で飾り方はそれぞれなんですけど、うん、今僕の部屋にあるフィギュアの飾り方はモニターがあるんですけど、ゲーム用の、うんうん、その左右に、その格ゲーのキャラクタープラスロボットもあって、うん、あとこっち側にすごい大きいあの、うん、クリアケース、ガラスのケースがあるんですけど、その中に、ロボットのプラモ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 、何のロボットなのね、何のロボットなのよ、ナイチンゲール、ガンダムウィング、エヴァの初号機と飛行機の、メタルビルド、で一番下に、ナデシコからブラックサレナ、ナデシコ、あと、ゾーンオブエンダースの、アヌビス、あなるほどね、アヌビスの感じですね、結構やっぱリアルロボット寄りだ、うん、そうですね、リアルロボット寄りで、あとは、まあ、ゴーキとかジュリとか、まあ、はい、格ゲーのキャラクターだったり、僕は割とね、スーパーロボット寄りなんですよ。あそうなんですね、そうなんですよ、ダンクーガとか、めちゃくちゃいいやつですね、バイカンフーとか、うん、いや渋いなすげえ渋いな、そうなんですよ、めちゃくちゃ精巧な作りのやつがある、ね、あ飾ってんですね、じゃあもうそれは、いやそう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 、ああなんだろうな、どうですかフィギュアとかフィギュアあります、いやあんまりねないんだよね、そうなんですね、僕はフィギュアっていうよりもグッズが多いかも、はいはいはい、グッズだからほら自分のさやってたキャラクターのグッズとかをいっぱいもらったりするじゃない、あもらいますね、それを飾ってる棚みたいなのはある、すごいっすね、愛に溢れてるな、うん、だから今までの、まあ、フィギュアもそうだったね、フィギュアも、まあ、美月だったりとか、うん、あの三角とかやってたキャラクターのやつ飾ってたりとか、はいはいはい、渚だったりとか飾ってたりはする、でもそれ大体あの奥さんが買ってくる
そうなんですね。そうそう、あの集めてたりとか、まあ俺がもらってきたやつを飾ったりとか、なんかアクリルスタンドとかもそうなんだけど、そこがねあるやつ。うわーすげー、大吉ファミリーすげー。大吉ファミリーじゃねえ、愛に溢れてるわ。すげえんだ。あとだから、まあ、夢の国のグッズが並んでた。あ、そうかそうか、なるほど、すごいお好きですもんね。そうそう、だから足りないぐらいすごいある。だからぬいぐるみとかもいっぱいある。そか、ぬいぐるみもあるんですよね。そっか、すごいな。確かにね、捨てるに捨てられないというか。そうなんだ、うん、だからそういうのはめっちゃ集めちゃうんだね。だから多分一番部屋の中がなんかキラキラしてるのは夜中さんです。いやー、なんかやっぱそんな気がしますね。そうですね、いっぱいあると思う。だから来たらもうたまらないと思う。そうだ、だからね、1、2個取っていってもバレないあれ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 なんすか、あれなんすか。あれはね、あれだよって見たら、あれいやいやいや、全然大丈夫ですけどね。いや、一回行ってみたいだからね。結構、そうね、そういうのは昔からそういうアニメグッズはやっぱ集めてたかも。なるほど、うん、フィギュアはね、なんか作るのが割と苦手っていうか。作るのはね、なるほど、そうそう、作るのは好きなんだけど、あの今のパーツってすごい種類がいっぱいあるじゃん、まあ、そうですね、うん、で一箇所でもさ、ピンで飛んでなくなっちゃったりしたらさ、もうアウトじゃない。まあ、でも今それ別途で注文できます。あ、そうなんですよ、ね、プラモデルとか。あら、そうなんです。か、進化してるわね。あと便利、プロだとそれを自分で作ったりします、パーツを。足りないところ、自分であのプラ版から削り出して作ったりします。それはすごいよね。そこまでいったら、まあ、そこに多分ハマり出したらきっとね、やばいんだと思いますよ。楽しいしね、自分だけの着色できたりとか、いろいろね。まあ確かにね、皆さんもね、どんな感じにね、多分きっとね、あの自分のグッズだったりとかね、好きな人のグッズだったりとかに飾ってるとかね、あるかもしれませんね。はい、ということでこのコーナー、こちらセガプラザ宣伝部では、毎回おすすめの一押しアイテムをご紹介して、それにまつわる僕たちのトークで盛り上がっていきますので、これからもお楽しみに。セガプラザ通信最新情報。はい、このコーナーではセガのプライズ、くじ、その他のグッズや開催中のキャンペーン、出店予定のイベントなどの最新情報を紹介しています。全長約70センチの特大寝そべりぬいぐるみが続々と発売中です。うん、6月は富岡義勇と胡蝶忍が発売予定でございます。うん、そしてですね、7月、8月も発売予定でございます。はい、こちらはですね、予約が終了または完売になっているキャラクターもありますが、ぜひ各種 EC サイトでチェックしてください。これもう全長70センチだから、いや、すごいよね、相当大きいですよね。寝そべりながら、もう抱き枕、としても、ね、使える。そうですよ、寝そべっての寝そべりますからね。寝そべって寝そべりぬいぐるみに対して自分らも寝そべります。あ、なるほどね、一緒にね。だから寝そべり寝そべりぬいぐるみですね。寝そべり寝そべりぬいぐるみ、新しい言葉が生まれましたね。こちらですね、なんと70センチの特大寝そべりぬいぐるみがですね、続々と発売中でございます。いや、それ言ってもらったらいいんだ。どうしたんですか、皆さん。なんで実物をね、そうだね、目で見て、確かめていただければと思います。はい、はい、はい、以上セガプラザ通信最新情報でした。さあ、やっぱ最後のタイトルコールはこの人にお願いしましょう。対決 UFO キャッチャー、イエーイ。なんで白井くんと同じことをやってんの。あ、うわ、あ、ダメだったんだ。なんか自分なりのアレンジ加えたらええ。ダメだったんだ、最後やったんやから。面白い感じにやってもええし、なんでもよかったんや、ね、なんで俺いつもこうなんだろうな。くそー、ガチのダメ出しに勝ち外にしてる。あ、こういうね、型にはまる瞬間があるんですよ。ごめん、違う違う、俺が急に振っちゃったからね。ごめんごめん、ちょっとテンパってた。テンパってたさあ、ということでリニューアルしても人気のこのコーナーでございますよ。はい、僕たちが本物の UFO キャッチャーで勝負します。はい、ルールは実にシンプルです。順にチャレンジしてプライズを先にゲットした人が勝ちでございます。うん、チャレンジの順番は最初にじゃんけんで決めます。はい、今回も負けたら罰ゲームが待っておりますよ。うん、さあ、ということでね、あ、まあ、はい、いよいよラスト UFO キャッチャーでございます。あ、ついにここ、今までの戦績はどうですか。まあ僕は全勝ですよ。え、全勝してた。全部全勝されてたよね。はい、うん、そうね。
白井くんに全部持っていかれてた。前回もね、うん、ちょっといいところはちょっとかさらっちゃって、狙いはね、狙いは良かったって言ってたから、ね、なんかハイエナーみたいになっちゃって、うん、すいません狙いは良かった。でも、うん、ほら結果みんなの協力で取れた。そうそう、そういうなんか一つみんなで一緒に協力して取ったプライズね、今回のやつはね。今回のプライズですが、メールなんてコナンスペシャルふわふわぬいぐるみ江戸川コナンでございます。こちらですね、うんうん、はい、かわいいデザインのぬいぐるみシリーズが登場、うんうん、現在全国のゲームセンターに登場中で、今後も続々登場予定となっております。なるほど、今回はかわいい、なんか 目がね、結構そうですね、特徴的な、ね、可愛い感じ、うん、なんか一見見るとね、簡単に取れそうな気もしますが、でも結構でかいからね、これね、割と難しいかもしれません、うん、はい、これもね、また順番がね、鍵を握っているかもしれません。そうですな、ね、行きましょうか。さあ、今回もじゃんけんで決めますよ。はい、行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン、お、あいこでしょ、あいこでしょ、おら、しゃ白井くんが今回負けましたよ。いくよ、最初はグー、じゃんけんパー、あいこでパー、さあ一番、あ、一番、あ、一番いった。この気合は何なの、しゃー、何の気合、ヨナさんはじゃんけん、じゃ2番目で、あー、じゃあ僕3番目、はい、はい、行ってみたい。一発で行く自信があるってことなの、ないです。あ、まあでもまあ回数こなした方がね、有利だったね。だからあの3番目まで行った時に取りやすくなってるんではないかというちょっと予想だ。あー、え、じゃあそれ白井くんに取られちゃうってことだよ。3番目じゃない君、いいのそれで。だから3番目の方が有利だったっけ。4番目に行った時だよね、うん、そうです。大丈夫か、こんな大丈夫か。まあまあまあ、ね、え、なんで俺今まで1回も勝ててないの。じゃあこの日のためだよ、うん、そうそう、すべては。これ今日勝ったらもう、あ、そういうことだったんだ。そう、わかるから。そうですよね、わかるから、うん、そうそうそう、そうですよね。だってもしかしたら1回目で取れてしまう可能性もあるから。そうですよね、まさにミラクル、うん、よっしゃー、気合いって、さあ、優秀の美だ。どうした、全然気合が絡まってたと。まあ横になってんだよね、うん、まあやっぱこれしかないと思うんで、正直、うん、まあ、はいはいはい、ストレートにいってみますね、じゃあ、うん、どこを狙うかだよね。1番目違いますよ、浜君、どうしたんですか。ねえ、どうしたの。俺ね、絶対に取らなきゃいけないっす。何何、どうしたの。あの、番組的に絶対取らなきゃいけないっす。いやいや、そう、ね、分かんないよ、確か、分かんない、そうそうそう、どうなるかね。そう、お、まあ、結構真ん中目かな、うん。これがね、横向いてるコナン君だからね、ここからどう収まるのかな。そうなのよ、ね、そう、まずはこれでちょっと試してみようか。 あ、でもどうなんですかね。お、あ、ちょっとずれてる。 あ、そうだね、転が、転がるかもしれない。でもうん、行くかな。おー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 、あ、後ろにずれましたね。あ、なるほど。でも幅的にはいけるってことが分かりました。そうですね、幅的には大丈夫みたいです、ね、あ、そっか、お、何かに気づいた。気づいた。いや、でも無理じゃん。無理か。何なんだよ。何なんだったんだよ。まあでもこれはでもね、いや、あのマジで、あのこの後の与永さんと白井さん次第です。あ、本当、僕が思いついたプランだったら。ポジションがね、はい、どうなるかね。そうなの、そんなに。与永さんはでも本末と同じ感じ。あ、同じ攻め、うん、まあでも最初だってこうやってずらして頭とお尻をずらして、ちょっとコナン君がね、真ん中捉えるのが難しい、ね、あああああ、ちょっと待って、俺また白井くんになるさ。ヨナさん、え、金もらってます。なんだ、白井さんから。あれ、なんなの。いくらもらってんすか。え、いくらもらってんすか。これはいくらももらってない。え、なんなの、なんか俺何、女神なの。これはそういうことですか。なになになに、ほんと。この右脇の下を狙っていこうと思います。いや、右脇の下やめといた方がいいんじゃないですか、ね、右脇の下。右脇の下はちょっとろくなもんじゃないと思いますよ。気がない、多分。白井さん、聞いてます。右脇の下違うっすよ。あ、ちょっと行き過ぎちゃったかな。白井さん、白井さん、ないです。右脇の下は違うっすよ。どうでしょう、違うっす。どうでしょう。でもね、どうかな。あ、行く。あ、入った入った。ここからですね、ちょっとくるって、ね、くるって、あ、お、わ、これちょっと、お、想像以上に重いよ。頭が重い。コナン君の頭、白井さん、コナン君の頭が重い。あなたは俺が想像してたのと同じ取り方をしました。だから分かんないっす。どうすんのこれ。でもでも、まあ、どうするか。狙いは、まあ、だからそうするしかないよね。そこ以外って考えたらもうね、うん、もうそこしかないんじゃない。頭が重いっていうところもね、うん、ポイントかもしれないよ。そうですよね。だからこうしてもう無理やり持ち上げるしかないじゃないですか。でもこれで取れる、ついに取るか。初めてのここ、うん、勝ちを
行けるか。手にするのか。手の向こう側に行け。手の向こう側に行け。手の向こう側に行け。よし、行った。これは頭行ったんじゃない？で、持ち上げて前にコロってなってくれたら予想通りなんですが。はい。ちょっと前進したね。うん。浜さん。はい。これ難しいよ、この角度。いや、どっち行こうかな、どっち狙う、頭行こうか下を行こうか、どうするかってね、こう持ち上げていくか、こう持ち上げて落とすか、どう、でもこう、いけるのかな、これ。コナン君な、頭を尻からな、頭かお尻か、うん、頭でかいのかな、頭でかい、ケツか？ケツでいきます。ケツだった。ケツ攻めます？ケツ攻めっすね。うん、コナン君の言い方な、お前。コナン君に怒られちゃう。さあ、コナン君の尻めがけて。でもケツ。ちょっとずれてはいる。あ、脇の下。これで脇の下に入ったら俺さっきのがなかった。あー、なるほど。やっぱそうなるんだ、ね、上がるまではいかないんですね。いやでもだ、うん、え、むずくね、わかんね、頭かな、もうわかりました、ね、お、うん、これでだからちょっとね、前目の頭なんですよきっと。そうだね、お、持ち上がるかな、この辺なんすよね。あ、でもいいとこに入ったね、ハマ君、これ取られるかもよ、やだ、うおーい、うおーい、ちょっとずつ、ちょっとずつ前に、ちょっとずつ、これもういけんじゃない、ハマ、もうやめてください、やめてください、やめてください、もうこれいけるでしょ、俺たちがお膳立てしてあげるからさ、そうそうそう、もう狙いはもう確実でしょ、もう最後は花持たせてあげる、頭だっていうことはもう分かってるから、ボタンそっちじゃないよ、そうだよ。もうね、もうね、これで失敗したらもうね、取られるって分かってんすよ、俺。なに、どうしたの、なんでボタンそんなに間違える、やだやだやだ、だから、あんまり行かなかったのね。どう狙いを定める、どう、これぐらい、アームが広がった時にちょうど首元に入るかなと思ったんですけど、おいいんじゃない、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 あ、行く、これ行くかも、転がるか、あー、あー、いったー、あー、やった、初やったじゃん、嬉しい、いややったー、よかった、よかった、汚ねえ、汚ねえ、喜び方が汚ねえんだよ、カラフルにします、いやよかったー、さあ、ということで今回の勝者は、はい、浜くんでございます、いや、いい、めでたし、めでたしだ、これ、まあね、僕らのやっぱお膳立ての ね、やっぱおかげでしょう、強力の賜物でしたね、賜物ですよ、見事僕一人の力で取れました、ここあれなんかちょっとイラッとする、うん、なんだろうね、まあでも最後の最後にね、まあまあね、そうそう、頑張ってくれたんで、もうじゃあ罰ゲーム僕らが受けるので、はい、うまく、はい、そうそう、読んでどちらがいいかちょっと決めていただいて、はい、すげえ生き生きしてる、解放された感じする ね、うん、ね、本当にやっとプレッシャーから解放された、ちょっとまずい、いただいた罰ゲーム読み上げていきますね、どうしたの、勝ったんだから落ち着けよ、なんで動揺してんだよ、今嬉しさで体が熱いんすよ、あ、そうだ熱いんす、体が熱いんす、してたもんね、そうね、うん、はい、まず一つ目はですね、部下ネーム楓さんからいただきました、うん、ありがとうございます、負けた人は子供になりきって勝った人の指示に従う、なんか懐かしいな、なんか、あ、記憶あります、うん、懐かしいね、ちなみにもう一つなんですけども、うんうん、部下ネームみかんさんからいただきました、お、ありがとうございます、猫の携帯模写をしながら猫なで声で勝った方のいいところを言ってください、喋るんだ、やっぱり、うん、猫の携帯模写しながらちょっと猫なで声で勝った方のいいところをお二人に言ってほしいですね、本当ですか、じゃあ、バスゲームまで3、2、1、ギョッ、あ、かわいいね、あ、かわいいね、あ、かわいいね、地面に這いつくばってね、かわいいね、歌うまいね、あ、歌うまい、あ、ありがとう、ママ、とっても元気だよ、あ、元気、ありがとうね、まだあるかな、まだある、一緒にいるとうるさい、いつもうるさいとか、ありがとうね、今日履いてるデニムがかっこいいね、もう一個ぐらい行こうかな、切れてるね、切れてるね、なんか今日カ
終了どうですか、浜くんは。浜くん的には満足していただけましたか。そうですね、あの切れてるにはがちょっとよく分からなかったですけど、それ以外はあのもろもろすごい嬉しかったですね。いや、違う、あのズボンがね、ズボン、そうそう、ズボンが切れてる、ズボンを褒めたんだね、ズボンをね、ズボンを褒めた、完全に湯永さんに乗っかる形に、ファッションセンスがいいっていうことでございます。頭も切れてるってこと。頭も切れてる、なるほどね、確かにね。いや、そうです、はい、ということでね、いやね、改めましてどうですか、買って。そうですね、真実はいつも一つ。さあ、ということでこのコーナーでは罰ゲームのアイデアを募集しております。はい、楽しい罰ゲーム待ってまーす。さて、皆さんから届いているお便りを紹介していきたいと思います。はい、どれにしますか。どちらの方にしましょうか。こちらですね、ムカネーム幸せの青い鳥さんからいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。与永さん、白井さん、浜さん、お疲れ様です。お疲れ様です。与永さん、お疲れ様です。与永さん、お疲れ様です。与永さん、お疲れ様です。俺がいなくなるの。バイ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 。与永さん、お帰りなさい。移動しなくて済む。バイ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 。お疲れ様です。そうですね、はい、待ってました。ありがとうございます。与永さん、久しぶりにスーツを着た感想はどうですか。きつくなってないですか。白井さん、浜さんは大丈夫ですか。おおおお、というね、お便りでございます。おおおお、どうですか。どうですか。うん、全然大丈夫だよ。あ、え、あ、本当ですか。全然きつくなってないよ。ええー、あ、そっか。まあと言いつつ、この子3代目なんですけどね。ああ、出た。うわあ、そうなんです。うわあ、いつの間に。いつの間にか、なんか2代目の時が多分一番細かったんでしょうね。多分あのまあ絞ってた時もあったんですけど。あ、いや、違いますよ。何、違う。うわ、削り下ろした今。怖え。2代目の時はだから、俺らきつくなってきたから、新しくしようってしたんですよ。え、したっけ。そう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 。でも2代目、2代目だって寸法測ってやったやつでしょ。いや、ここそうですよ。うん。あ、ね、ちゃんとした仕立て屋さん来て。いやいや、来ました、来ました。で、作ってもらったやつ。でも、あれも、あれずっとだから。すげえ、蜘蛛の糸じゃないですか、まるで。いや、もうあれはね、すごいっすね。どんどんだから大きくなってって。あれ入らないです。なぜか教えてあげようか。赤ちゃん抱っこして、もうあやしたりしてるから、肩幅がどんどん広がっちゃったんです。これはパパの悩み。そうなんです。で、まあ今着てるの3代目なんですけど、はいはいはい、でもなんかやっぱスーツも種類があるみたいで、その肩のパッドが入ってると、やっぱ、あの、貼るっていうか動きづらいやつと、あの、今回のやつは、それがちょっと緩い感じだから動きやすいやつの2タイプあるんですっていうね。そういうの、ね、あのこの間スーツ屋さんに行って、初めて教えてもらって全部一緒だと思ってたらね、はい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 、そういう違いがあるっていうのがあって、いや、そうか。この間のね、あの仕立て屋さんに作ってもらったやつはやっぱそこら辺がちゃんとその、こうパッドだったりとか入ってるから、結構こう上がる時とかにこうムチムチってなっちゃってミチミチってなっちゃって、このまま行くと俺多分こう羽織った瞬間ビリっていくなと思って、これは危ないと思って、ね、前からマネージャーにもしかしたらやばいかもしれませんっていう話をして、でこの間あの別のね生放送があった時に、あのとりあえずちょっと試着をこうしてみようっつってマネージャーが持ってきてくれたんだけど、マネージャーの前でいや無理です。ああそっか。そう。道理でなんか言われてみたら、そのシャツのなんかこの。なんだろう、縫い目とか、今までなかったもん。新しくなったでしょ。ワイシャツもね、ワイシャツもね、お腹がね、締まらなくなっちゃった。これもう、本当に。じゃあ、しょうがない。もうリニューアルするしかない。そうそう。だから、また絞んなきゃなとは思うんだけどね。はいはいはい、はい。情けなくて自分で笑っちゃってるじゃないですか。だからしょうがないじゃん、もう。だって、運動嫌いなんだもん。まあまあ、いや、もう、まあまあ、俺ももう、やばい、もう。今、パンパン。もう、毎回、だから、白井君と会うためにね。そうそう。やばい、そろそろやばい。またリニューアルしてもらわないとダメだね。そうそう。別現場と会ってても、大丈夫まだいける大丈夫でもね、やっぱスーツ高いからな。そうなんだ。だから、今回、もう、本当にもう、これ、ね、帰ってくるから、もう、恩返しします。ということは、自腹で。何？自腹でスーツ購入。自腹じゃなかったですよ。出していただいて。あるな。働いて返していきましょうかね。働いて恩返ししていきますので。ね、はい、ね。だからハマをまだスーツ着たとこ見てないから。それこそね、そのなんかね、先週言ってたけど、そのイベントとかもしあった時には、ね、スーツで長谷川君登場するとかさ。スーツ持ってる？まあ、もちろん。自前？まさか自前？自前はありますけど。まあでもそっか、確かにな。ゲストでしょ？ゲストでスーツ買うっていうのもな。
そうですね。俺だってハマーのスーツ姿は、うん、うちの事務所の新年会で見たのが最後。しかもそれこそ5年前とかですね。ま、う、だ、ん、そうちゃんとしてる。ちゃんとしてます。今も入る、その5年前のスーツ。捨てました。捨てちゃったんだ。あの、ね、引っ越す前の家がすごい湿気がすごい家で。ああ、やられちゃった。うわ、久しぶりに出すかっつってやったら真っ白だった。そんなことある？やばいね。見間違いかと思ったんですよ。あ、ごめん、入ったって思って。あららら。そんな言っちゃった。で、あって思って捨てて、うん、新しい2年ぐらい前に友達の結婚式があって、その時に新しく作りました。じゃあそれ持ってきてもらって、それを持ってきてもらって、ね、来てもらって、待って待って、セガらしさ僕出したいんですけど、セガさんらしか、いや大丈夫、社員証と、そうこのほらブルゾンさえある。じゃあスーツの上にこれ着ろってことですか。いや僕らだって UFO キャッチャーする時それ着てますから、うん、ね、羽織ってますから。そうそれが清掃みたいなとこあるから、セガさん大丈夫ですよ。いける。これだけで大丈夫です。いや、だってスーツせっかくだから、ね。そうだよ。だってそんなダメージジーンズ履いてきてもらったらさ、ちょっと困っちゃうよ。チャラいな、これ。だからね、うん。今立ったけどカメラ映ってねえんだわ、今。ここ今声だけなんだよ。そうなんだよ。音声だけなんだよ。後で写真撮ってもらって。そうだね、うん。ダメージがすごい入ったもん。チャラい社員が入った。ね、でもまあ、いずれ、さあぜひちょっとね、はい、その姿もね、お見せできればいいなと思いますよ。いやですね、うん、はい、ぜひ楽しみにしていてください。楽しみにしていてください、うん、はい、ということで、あっという間にお別れの時間でございます。早いね、はい、うん、はい、ということで、この番組であなたからのメッセージを募集しております。はい、僕たちに知らせたいこと、セガプライズやその他のグッズなどにまつわるメッセージなど、どんなことでも OK の普通歌、そして対決 UFO キャッチャーの罰ゲーム、すべてのメッセージは番組の公式 Twitter アカウント、セガプラザ宣伝担当@セガアンダーバーガールズ宛てにツイート、または公式サイトセガプラザの応募フォームからこう、送ってきてください。応募フォームの URL や詳細はセガプラザ通信宣伝担当のツイッターアカウントからお知らせします。 Twitter の場合はあなたの部下ネームを本文の最初に書いてください。あなたからのメッセージお待ちしております。さて、ということで、うん、研修から戻ってきた与永さんと入れ替わりで、うん、浜君はちょっとまた別の業務に移ってもらうということになります。そうなんですね、別の業務か。どこ行くんだっけ。うん、どこ行くの、何作るの、プラモ作るの、プラモ開発部、開発部です。プラモのどこの支店だっけ、どこの支店、ね、どこ支店、秋葉原支店。じゃあいずれ秋葉のね、ロケ行った時に会えるかもしれない。そうですね、店頭でずっと新しいブライトの音紹介してるかもしれないです。マイク持ってメガホン使って。そんなの聞いたことないよ。それバイトがやるやつじゃないですか。うん、面白いね、その登場の仕方ね。まあ、俺と白井くんがロケで行った先にサプライズで僕らに知らされてないで、このね、ブルゾン着て、お客様大丈夫ですかって現れたら、あれ、花がいるっつって。新しいこちら UFO キャッチャーになっております。あ、お客様ぜひ、うん、出てきたらね、面白くないですか。面白い、ね。絶対やりましょうね。じゃあちょっと。いや、まあ、その機会があったらね、うん、機会があったら絶対やりましょう、ね、タイミング、スケジュールあったら ね、タイミングとスケジュールってもう言い訳今からしちゃってるじゃないですか。なんとかダメだった時の言い訳ここでしちゃってるじゃないですか。だってロケ参加してないもんね。そうですよ、ね、できてないんですから、うん、そうだね。じゃあ秋葉原支店に行った際はちょっと、いや、そうだね、行った際は登場していただく、どの支店でも登場しますから、いただけるかも。いや、楽しみ、うんね、出せよ。頼むから。頼むから。誰に言ったの？白井さんです。俺に？白井さんです。俺に言ったの？白井さんです。白井さんです。白井さんです。俺権限ないからそんな。出してくださいね。うん、出してくださいねって。いや、そう。はい、ね、ぜひまたちょっとね。いや、そうですね。来ていただきたいので。よろしくお願いします。ここまで聞いてくださった方に、ちょっと改めて浜田の一言メッセージをね。はい。はい、そうですね、与永さんの代打ということで参加させていただいたんですけど、まあ、ちょっと短い間ですけども、すごい楽しかったですし、今のプライズの商品クオリティっていうのがこんなに高いんだっていうのを改めてちょっと実感しましたね。ぜひまた機会があれば、てか絶対呼んでください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ね、またぜひぜひね、浜川遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、うん、はい、ということで、そろそろ本当にお別れでございます。お相手はセガプラザ宣伝担当、白澤英介こと与永翼と、お
同じくセガプラザ宣伝担当青木直次こと白井雄介と、同じくセガプラザ宣伝担当長谷川健人こと浜健人でした。それではまた次回お会いしましょう。それではバイバーイ。